はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、持続化動画を配信していきます。この動画でね、白血病が亡くなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、あのタイトルにもあるようにですね、下手なダイエットドリンクよりも痩せるかもしれないお茶の話なんですけども、ほんまにね、飲み続けてってほんまに実感してきたんですよ。どんどんね、体重が落ちていきます。以前にね、その動画でね、以前の動画なんですけども、体重が減らないし、一向に体重が減らないし、その減りすぎて逆にしんどいっていうこう言ってたんですけどもね、なんとね、記録を更新してしまいました。今朝ね、体重測ったらね、とうとう52キロ台に、ね、突入してしまってたのでね、上のね、その一番増えてた時のマックス体重からマイナス20キロもいっちゃったんですよね。でも安心してください。ちゃんとご飯は食べてます。相変わらずのね、野菜多めですけども、ちゃんとね、お肉も魚もね、お米も食べてますからね、心配しないでくださいね。で、ここ最近ね、僕がこうより健康に体重を落としていこうと、ね、食生活の中に取り入れて始めてたのが、紅茶を飲むことなんですよ。そうなんですよ。お茶というのはね、紅茶のことなんですよね。で、これはこのこれまでの動画を見てくれてる人たちならばもう知ってくれているはずなんですけども、豆乳で割るから、ソイティーになるんですけどね。でもね、ただの紅茶ではございません。紅茶自体はスーパーに売ってる、普通に売ってる安い紅茶を使ってますけども、実は飲み方に特徴があるんですよ。というか特殊な飲み方なんですけどもね、皆さんも真似できるレベルやと思うんですけどね、多分ね。で、そのやり方というのはですね、2リットルのお湯にですね、対して3パック入れて紅茶を出します。2リットルのお湯に対して3パックやからね、味が皆さんからしたらね、きっとね、極薄でしょうね。でも今の僕の味覚からしたら非常にね、ちょうどよくてね、飲みやすい薄さなんですよ。それを豆乳で3対1ぐらいかな、紅茶が3で豆乳が1ぐらいで割るんですよ。豆乳にね、紅茶の香りがするので、上品なね、味わいになっております。その最初はね、香りもそうなんですけども、味も楽しみたいな、香りも楽しみたいなと思ってタージリンを使ったんですけどもね、今はね、正論でね、安定してます。ほんで、その正論がね、ポイントやったんですよ。これはまたその正論の話はね、また後ほど説明しますね。で、そんなソイティを飲み始めてからというものですね、まだ3ヶ月4ヶ月ぐらいかな、それぐらいしか経ってないんですけども、無理なくね、月にね、1キロペースで減ってきてました。この今の体重というのはですね、入院してて骨髄移植をした副作用でね、そのご飯が食べられなくなって、高カロリーの点滴っていうのがあるんですけどもね、それをしているとね、ご飯食べなくてもね、カロリーはね、摂取できるんでね、空腹は満たされないですけども、カロリーは取れるから、なんですかね、大げさに言うと生命を維持できるわけなんですよ。なので、ずっとそれをね、やってもらってた時の体重とね、一緒ぐらいの軽さにもなってるんですよ。で、腕なんかね、もういつもね、採血する時にね、その注射針を刺される、その血管がね、こうギュッてこの止血チューブみたいなのあるじゃないですか、あれをしなくてもね、もうくっきりね、浮き出てるんですよ。で、ここまで体重を落としたら逆に危ないとね、感じたりはしますけども、案の定ね、お腹が空くと今まで以上に力は入りません。この前ね、そのテレビのね、今夜比べてみましたってやつやってるじゃないですか。あれを見てたらね、そのちょうどダンス特集やったんですけどもね、そのテレビの真似をしてね、踊ってみたんですよ。ほんならね、10秒も続きませんでしたな。5秒も続きませんでしたかね、多分ね。それほど体力がなくなってますね。別にね、でも悪いことをしてるわけちゃいますけども、その先日の動画でもね、その体に力なんか入らないとね、言ったしね、ほんまにええんかなと思いつつもね、血液検査のためにね、体重を落としてるわけなんですけども、これもね、これほどスリムになるのはですね、先ほども言いました、セイロンっていう紅茶にね、ポイントがあったんですよ。タージリンからセイロンに乗り換えたことによって、より効果を発揮したポイントをね、これから簡単にね、お話ししていきます。で、セイロンティーっていうのはね、ダイエットの効果があるのって、よく言われるんですけども、特にセイロンティーはね、すごい言われているらしいんですよ。で、そんなセイロンティーのね、成分にはですね、お茶の代表格であるカテキンをはじめですね、提案
ニン、カフェイン、タンニン、ティアフラビン、ポリフェノール、フッ素などが、ね、あります。正論っていうのはね、そんな豊富な成分によってね、ダイエット効果はもちろんね、健康や美容効果も期待できます。でそんな正論っていうのダイエット効果なんですけども、そのカテキンとカフェインっていうのにはね、この脂肪を分解する作用やね、その脂肪の燃焼をね、促進させる作用があります。特にカフェインはね、筋肉を刺激する働きがあるとされています。でこのことによって代謝率がアップしますので、ダイエット効果にも大いに期待ができるというわけですよ。またね、カフェインにはね、利尿作用というものがありますのでね、その余分な塩分やね、水分をね、排出することでむくみを防ぐ働きがあります。まあ、静養期だけじゃなくてもですね、紅茶でね、ダイエットを始めようとね、思われている方っていうのはですね、もちろんね、砂糖はね、控えた方がね、いいですよ。あのカフェインがね、体の中に吸収されるよりもね、早くですね、砂糖の方がね、吸収されるからなんですよ。これはね、エネルギー代謝のね、順番と関係してるんです。人間の体っていうのは糖質を最初にエネルギーとして使います。筋肉を、ね、動かすのにね、糖質が使われて、糖質がなくなったら次はね、脂肪が使われます。皆さんね、断食って知ってるでしょ。断食ってあるじゃないですか。あれはね、まあ、世の中にはね、その断食道場なんて呼ばれてるものもありますけど、あれは単純にこの手の話が、ね、使われてるだけなんですよ。生命を維持するのに、そのためにその順番にエネルギーを使われていくだけなので、使われた分だけ痩せるんですよ。ちなみになんですけどもね、脂肪は糖質に比べて消費量のスピードが、減っていくスピードがっていうのがですね、5倍やったかな、6倍やったかな、まあ、間違ってたらごめんなさいね、その5倍やったか6倍やったか忘れましたけど、とりあえず遅いんですよ。なので、ね、まあ、体重がある程度減ってもね、その外見っていうのがね、変わらないのは、その脂肪の量が減るのがただただ遅い話なだけであって、その脂肪がエネルギーとして使われだしたら、姿形というか、外見というのはね、変わっていきます。でそしてさらに、ちなみになんですけども、糖質や脂肪だけがね、減るのではなくですね、もちろんね、体の中のタンパク質のね、合成も行われなくなるので、単純に筋肉量が増えないどころがすごいね、減っていって体重は減ります。そしてね、これもね、大事なんですけどもね、糖質やタンパク質や、ね、脂質にくっついている水分ってあるんですよね。水分も同時になくなるので体重は減ります。水分量、水かさがなくなったらその分重さで軽くなるじゃないですか。それと同じ要領で体重は減ります。まあ、ちょっとね、話がそれましたので、ちょっと戻しますね。人間の体っていうのは一番最初に糖質をエネルギーに変換するわけですから、その分糖質を蓄えやすくできてるんですよ。そのためにですね、体の代謝のためにですね、その糖質を貯めすぎるとね、そのエネルギー代謝のためにインスリンの分泌がこう追いつかなくなってしまって、糖質が溜まってすぎて、太ってしまって、今度はね、糖尿病になってしまうんですよ。これは非常に危険です。なのでね、まあ、ついついね、紅茶にお砂糖を入れたいのかもしれませんけどもね、まあ、ここはね、まあ、そもそもこの味とね、香りをね、味わうようにされるとですね、ダイエットも楽しめるのではないかなとね、思います。まあ、もちろん僕はね、ノンシュガーソイティーですよ。ほんでまたさらに、ちなみになんですけどもね、その運動も何もしてないとしてですが、その人間がその日に食べた糖質っていうのを、エネルギーとして使い切ろうと思ったら24時間かかるんですよ。24時間だったら次は脂肪がエネルギーとして使われていきますので、理論上は脂肪が減ります。で朝に食べた糖質を使い切るには、次の日の朝に使い切ることになりますので、そのお昼に糖質を食べて、夜にも糖質を食べてっていう感じの食生活の人がほとんどだと思うんですけども、まあ、そうなると結果的に糖質を使い切る前に、次から次へと糖質が入ってくるので、いつまでたっても糖質がエネルギーとして使われます。なので理論上、いつまでたっても脂肪をエネルギーとして使うタイミングが来ないということになりますよね。また話がそれたんで、ちょっと戻しますね。でそんなね、正論っていう紅茶の効能なんですけども、殺菌効果があります。セイロンティーにはですね、その殺菌作用があるとされているカテキンやね、タンニン、フッ素などのね、成分が多く含まれてますので、虫歯予防や口臭予防にも効果があります。まあ、紅茶にはね、お菓子がね、アフタヌーンティーとかなんかあるじゃないですか、おしゃれなやつね、なんかお皿がな3段ぐらいになって、なんか何マカロン、クッキー、あとなんか分かりませんけど、いろんなやつがあるじゃないですか。まあ、その後一緒に紅茶を飲むっていう、なんかその楽しみ方がありますけども、まあね、そういう風なのってやっぱ虫歯になりがちなんですけども、その紅茶のおかげでね、その虫歯の心配がね、軽減されると言えます。僕はね、お菓子は今となったらね、まあちょっと食べれないんで、残念なんですけども、まあ、虫歯に関して言えば免疫抑制剤を飲んでるので、まあ、一向にね、紅茶を飲んでてもね、改善はね、されていきません。すごい悲しいです。でそして次はね、生活習慣病予防にも効果があります。紅茶のカテキンっていうのはね、こう幅広く効果をね、表す成分なんですけどもね、血圧の上昇をね、抑えてくれることでね、脳卒中
中の予防にもなったり、血中のコレステロールに働きかけてくれてね、動脈硬化の原因である血栓の予防効果がね、高いとされるなどでね、正論というね、生活習慣病に良いとされています。続きましてね、これはいいですよ。風邪やインフルエンザの、ね、予防効果もあります。殺菌作用にもね、関わりますけどもね、紅茶に含まれているね、テアフラビンっていうのがね、あるんですけども、その成分が有効に作用するのがね、ウイルスの増殖をね、抑える働きとされてます。紅茶うがいっていうのもね、あるほどなんでね、風邪を引きやすい人とかね、まあ、気になる人はね、新しい習慣としてね、取り入れてもらってもいいんじゃないかなと思います。緑茶でうがいするっていう話もね、あるじゃないですか。だからそれと一緒なんですよ。まあね、口の中に入れてね、ガラガラガラってしてね、なんかペイってするのもったいないから飲んでしまいそうですけどもね、まあ、一回ガラガラってしたらね、絶対ペイってしてくださいね。そしてね、リラックス効果もあります。セイロンティーにもね、さまざまな種類があるんですけどもね、まあ、僕の飲んでるやつはセイロンティーっていう、セイロンってしか書いてないんで、セイロンティーのどれかが分からないですけども、まあいろんな種類があるんですけどもね、まあ、それによってはストレス解消とかね、リラックス効果が、それらの種類によってはね、あるよと言われています。セイロンティーとか、まあ、紅茶ってほとんどそうなんですけども、そのもののね、甘みや旨味っていうんですか、さらに香りの成分によってね、このね、身も心もね、リラックス状態にね、導いてくれるわけなんですよ。そしてさらにはですね、美容効果もすごいんです。美容効果ね、カテキンをはじめにですね、タンニンやテアフラビンにはですね、抗酸化作用があります。まあよく言うじゃないですか、錆びない体にということでね、そのアンチエンジング効果もね、期待できるんです。またね、美白効果もあるとされてますので、ね、これはもう女性にとってはね、見逃せない効果ですよね。まあ、その他にもですね、その食事中やね、食後のね、血糖値の上昇をね、こう抑えてくれたりとか、体内の炎症反応をね、抑えて脂肪の吸収も抑えてくれたりするんです。もう抑えてくれるわけなんですよ、紅茶ってね。で、その紅茶に含まれているカテキン類っていうのが、食事によって増加するその過剰なね、悪玉コレステロールも抑える作用があったりなんです。で、まあこれのおかげかもしれませんが、僕の体はね、悪玉コレステロールがね、正常値にまでね、下がってくれました。あとこれはね、その紅茶を飲み始めた頃の動画でもね、まあ、お話ししてるんですけども、まあ、紅茶の飲みすぎにはね、尿路結石とかね、腎結石にね、注意せなきません。飲みすぎたらね、石が溜まるんですよね。まあ、飲みすぎるとね、良くないって言われてますけどね、まあどんなものであってもね、過剰摂取はね、飽きませんからね。まあ、もちろんその1日ね、2、3杯の紅茶を飲み続けてもね、まあ、多くの人はね、問題ありませんけど、もしね、その大量のね、紅茶をね、毎日飲んでるとですね、健康被害の可能性はね、高まりますよね。まあ、それはね、十分に理解できますのでね、まあ、飲みすぎないようにしてください。ほんで、まあ、そんなね、怖いね、その理由としてはですね、その紅茶に多く含まれるね、先ほどはいいものやったのカフェインとタンニンですよ。そしてこれは新しく出てきたシュウ酸っていうのがあるんですけどね、この3つのね、影響なんです。特にその最後の3つ目のね、シュウ酸っていうのはですね、尿路結石やね、腎結石の原因となり得るんです。そのね、シュウ酸っていうのはですね、ほうれん草やタケノコなどに含まれているそのえぐみとかね、アクのね、成分なんですよ。で、そのシュウ酸っていうのはほとんどの植物にはまあ多くに含まれてるんですけども、紅茶は特にその含有量がね、比較的ね、多いとされてるんです。そのね、シュウ酸っていうのはね、その体の中に入るとね、まあ腎臓でね、カルシウムとこう結合して結石に、石になる性質があるんです。まあ、それがあるからゆえにですね、尿路結石とか腎結石というふうになる可能性がね、あるんです。で、そのね、尿路結石がね、ひどくなるとね、その腎不全の恐れも出てきますしね、もう怖いわーと思いますよね。まあ紅茶飲んでね、ダイエットしてるから糖尿病をね、回避できるわー、やったーって思ってたらですね、ある日突然尿路結石とかね、腎不全になるってね、すごい嫌ですよね。まあでもね、飲みすぎへんかったらええってことなんでね、まあ、それほどになる量っていうのはね、すごい計り知れないと思うんでね、まあみんな絶対そんなことないと思うんでね、まあ、致死量ってね、調べてないか分かんないですけども、まあ、僕もね、そこまで飲み続けてるわけじゃないですし、大量に取ってるわけじゃないですし、なんていうんですか、病院でもね、その血液検査でもね、なんか体おかしなってんねって言われてませんので、まあ、やめる気はないですけども、まあ、ほんまにね、先ほども言いました通りね、飲みすぎへんかったらええってことなんです。まあ、他のものにでも言えることなんですけどね、飲みすぎ、食べすぎへんかったらね、ええってことなんです。まあ、そんな感じでね、今回はね、紅茶、セイロンティーを飲んで無理なく痩せれたというお話でございました。で、まあね、この薄めて飲むやり方っていうのは、僕の体の状態で飲めるように、ただただ薄めてる、薄くしているだけですので、たまたまちょうどよく効果があったやり方でしたけども、まあ、皆さんもね、きっとね、薄さに驚くと思いますので、普通の出し方で飲んでいただく方がいいかなと思います。
なのでね、普通にね、紅茶を出してね、普通に飲んで楽しんでください。それからね、まあ、ご自身でね、飲める楽しみ方っていうのをね、見つけてみてもね、いいと思いますよ。僕がね、豆乳で割ってるみたいにですね、皆さんもね、何かで割って楽しんでみてもらうのもね、いいと思います。そんな感じで、今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。